でも。僕に話って何ですか？用事がないなら帰りますよ。そういう名前のクラスメートはいません。あなたは愉快な人のようだけど、少し不愉快ですね。そうだったら何だと言うんですか？デブじゃありません。そうですよ。確かに僕は太ってました。それが真実ですよ。もちろんそれもありますよ。いりません。それが何だ？何のことだ？
なもの。写真が。太ります。じゃあ、そろそろ店に戻ります。太ります。じゃあ。それはそうですが。じゃあ、そろそろ店に。もういいだろ。それは。そんな昔の話、もう忘れました。知りませんよ、そんなこと。話は終わりですか？何ですか？話は終わりですか？何ですか？いきなり。話は終わりですか？話は終わ…話は終わりですか？
当たっています。それは捨てられなくて。それは知っていますけど、店の方が忙しくてなかなか時間が取れないんですよ。話は終わりですか？違います。僕が好きなのは優香だけです。彼女と出会って心から変わりたいと思った。ランプは処分します。こんにちは。日ごとに寒くなりますね。今日は松江で初めて雪が降りました。最近私は元気がありませんでした。そんな私を心配してデブ君がカラコロ工房に連れて行ってくれたんです。二人でステンドグラス作りの体験をして、子犬の絵柄のランプを作りました。久しぶりに楽しい時間でした。デブ君はケーキ作りの天才で、彼の作ったベリーのタルトは最高に美味なんです。デブ君は優しくてとてもいい人です。ただ弱いのがたまに傷なんです。彼には強くなってもらいたいけど無理なのかな。ごめんなさい、少ししんみりしてしまいました。先日影将軍という映画を見ました。私が将軍の身代わりの主人公だったらどうしただろう。ふとそんなことを考えてしまいました。文野彩。あの日僕は元気のない彼女をカラコロ工房に誘ったんです。彼女に元気になってもらいたかった。何をやっても器用なんだね。そんなことないよ。だってケーキ作りだって上手じゃない。将来パティシエになりたいんだ。いいと思う、絶対になって。あら、降ってきたわね。これって初雪だね。綺麗。ある国の言い伝えで、初雪の降った日に好きな人といると恋が叶うというのがあるのよ。そんな、僕。素敵な話ですね。店を出た時、店長が初雪の写真を撮っていたんです。偶然僕たちが写ったんだと思います。僕は彼女と一緒に帰りました。楽しくて、このまま時間が止まってほしかった。
信号待ちをしていると、通りの向こうにクラスメートがいたんです。ビッチというおしゃべりな女子でした。僕、いつもと違う道で帰る。デブ君。ビッチと彼女の間には確執があったんです。噂になるのが怖くて僕は逃げてしまった。ずっとあの日のことを引きずってました。だから変わりたかった。でもチョコポテチを食べてしまった。これは。僕がデブです。ビッチが通りの向こうにいなかったら、いえ、ビッチは主婦ですよ。違います。いや、それは。それは。彼女はいません。いつの間にか消えてしまったんです。記憶があやふやで、僕たち UFO を見たんです。高3の春にクラスメートで出雲大社や日の岬灯台に行ったんです。あの帰り、僕たちは UFO に捕まったんです。あの後から記憶があやふやで、何かの実験をさせられたのかもしれません。出雲さんのメノーは宇宙人との通信装置だと言われているんです。彼女は月に帰ったのかもしれません。彼女のことはもう忘れました。放っておいてください。